全国お茶選抜甲子園を開催いたします。選手宣誓を行います。宣誓は前回大会優勝校の小平特別中学校小平プレミアムです。宣誓。我々県立企業はチームワークと思い合いを大切にし、試合に正々堂々と臨むことを誓います。まずはこちらでね、少しほっこりするイベント、さらに会場を熱くするエキシビジョンマッチを行っていこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。どうも皆さん、よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。吉田さんと私、テレビ朝日アナウンサー久保田直子とで盛り上げていければと思います。レッドさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。気合入ってますね。気合入ってます。はい、それでは行きましょうか。行きましょう。せーの、ボッチャマンは君だ。僕の名前はビー太郎。ある日公園で遊んでいると、ゴー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 、どけー。空から火の玉が落ちてきた。なんとそれはアルマジロ。大丈夫？君は誰だい？いて、僕はマジロ。ボッチャ星からボッチャヒーローを探しに来たんだ。ボッチャヒーロー？うん。ボッチャってなんだい？あ、知らないのか。ボッチャってね、言うのはマジローが言いました。ボッチャとは説明しよう。使うのは3つの色のボール、赤いボールと青いボールを投げる。白いボールに近い方が勝ちだよ、うん、このケースは赤が勝ちだね、うん、そしてこれがボッチャのコートだ。そうなんだ。おスポーツだったら俺大得意。きっと俺がボッチャヒーローさ、負けないよ。ゴリオくんが自信たっぷりに言いました。僕は車椅子だし運動も苦手だな。でもヒーローを探す手伝いならできるよ。ビー太郎、君は優しいんだな。うん。でもね、君たち、ボッチャっていうのは誰でも一緒に競い合えるスポーツなんだよ。え、そうなの？僕にもできるの？誰でもできるさ。最初にジャックボールを投げるよ。うん。さあ、ビー太郎、ゴリオ、やってみよう。オッケー。全力で来てくれよ、ビー太郎。ゴリオくんこそ僕に遠慮しないでよ。もちろん、正々堂々勝負だ。負けないよ。負けないから。まずは赤ボール、ゴリオくん、筋肉もりもりパワーショット。おお、筋肉がもりもりしてきた。ドドドドリエー。あ、ヒュー。あれれ、飛ばしすぎちゃった。残念、力だけじゃ勝てないのさ。次は青ボール、ビー太郎、よーく狙って優しく正確に、それ、うん、あ、ぴったんこ、ビッタビタ、やったー、すごいぞビカー。バシャキンシャキン、ババザボッチャヒーロー、ボッチャマン誕生。おお、ビー太郎、わ
ぞ探していたボッチャヒーローだ。一緒にボッチャで世界平和を目指してよ、うん、おいピータロー、あ、いやボッチャマン、俺ともう一度勝負だ。次は負けないぞ。僕こそ負けないから、次は私よ。みんなも一緒にボッチャしよう。ご清聴ありがとうございました。やけに力が入ってしまいましたね。ぜひ皆さん今日買っていただけたらと思います。ぜひともよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。素晴らしい呼び聞かせありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、はい、次のコーナーはこちら。どちら。火の玉よりも熱く燃えろ、 NEC プレゼンツ炎のチャレンジマッチ。イエーイ。さあ来たよ、いいとこ来たか。うわー、ちょっと横にずれましたが、うそー、いった、あ、来た、いった、いった、素晴らしい、素晴らしい、これからこれから、オッケー、ちゃんとジャックに近づけた。松本くんすごいな、かっこいい、めちゃくちゃかっこいい、わー、すごい、ナイスボール。西垣くんすごいな。おお、聞いてます。すごいね。遠野市選手はどちらを選ぶのか、いきましょう。あ、これはナイスチャレンジ、ギリギリ狙ったんですけどね。ナイスチャレンジ、はい、ナイスチャレンジです。さあ、伊達メガネをかけたことが吉と出るのか凶と出るのか、いきましょう。特に試合に影響はなかった、はい、そうですね、はい、はい、もう可もなく不可もないっていう、そうですね、はい、はい、佐々木さん、うわ、すごっ、すごい、見事、何点入ったのか、はい、2点、やった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 、チームブルーの大逆転勝利。ナイスです。わーい。ただいまより全国ボッチャ選抜甲子園決勝戦を取り行います。契約レッスンチェアメンピーカーズ。うまい、これはうまい、この勢いはうまい、ちょっともう一回、うわーうわー、勢いでジャックを押して、はい、でこれ3つですもんね、3つです。しかし大量得点のチャンスですね、はい、青、夏水、はい、うわ、どうなりますかね、これ収まりましたね。ビッグエンドですよ。うわ、ちょっと離れてますね。夏水残り3球。3球。はい。うわ、そう来るんだ。あ、そう来た。やっぱりそう来ましたね。来た。そう来たと、森さん。はい、私、俺も分からなかった。ジャックを動かすと思わなかった。本当だったんですよ。本当だったら2番 の、 あの座っている選手から今のをやりたかったんですよ。あ、そうなんですか。さあ、果たしてどうだ。おわ、おお、上からちょうだい、入ってきて、入ってきて、入ってきて、どっちですか、どっちだ、どっち、ここでもうたくさんボールが塞がってる状況の中、押した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 、
ですか。うまいですね。しっかり押してミスできない状況、はい、押した最後の一投、うん、これ緊張しますね。さあどこを狙ってくるか、まだどっちかわからないですもんね、森さんね、これ ね、 ね、ここ2点目入ったら面白いですよ。最高の決勝戦、はい、ただ5対4、優勝はナッツミーズです。おめでとうございます。ナッツミーズ、みんないい笑顔ですね。初優勝ですね。ですね、初優勝、はい、おめでとうございます。しびれました、しびれましたもん。第9回全国ボッチャ選抜甲子園閉会式を行います。 MVP に輝いたのは佐世保特別支援学校佐世保バーガーズ山口響選手です。第3位に輝いたのは佐世保特別支援学校佐世保バーガーズです。おめでとうございます。第3位となりました佐世保特別支援学校佐世保バーガーズの皆さんに今一度大きな拍手をお願いします。準優勝は府中欅の森学園欅キーズです。準優勝となりました府中欅の森学園欅キーズの皆さんに今一度大きな拍手をお願いいたします。見事優勝に輝いたのは船橋夏海特別支援学校ナッツミーズです。どうぞ大きな拍手をお送りください。それでは記念撮影を行います。皆さん、船橋夏海特別支援学校ナッツミーズの皆さんに今一度大きな拍手をお願いします。